ね、今回統治に参加していると思うんですけど、今回ですね、この感想というのはどういうことで述べる。そうですね、長きにわたってコカ・コーラさんと一緒にパートナーを組ませてもらって、まあ、その中で今回走らせてもらえる、やはり世界中を巻き込んだ一つのビッグイベントがトーチリレーだと思いますし、その大会自体がね、こう盛り上がって、まあオリンピックに出ない選手も一緒にそのオリンピックを盛り上げるという意味では、まあ、非常に大事なまあ、コンテンツかなというふうには思いますけど、うん、やはりオリンピックに出るっていうことは、まあ、本当に非常に選手だった時から自分の夢でしたし、そこで活躍するっていうのがこう一番自分が興奮できる場所だったと思うので、東京オリンピックに出る選手たち精一杯ね、こう自分の力をこう出し切って、アピールしてほしいなと思いますし、まあ、4年に一度の大きな舞台ですから、楽しんで大会を選手自身が盛り上げてほしいなと思います。平昌オリンピック頑張れ。東京オリンピックも頑張れ。